アメリカのみなさん、はじめまして。How are y o u、uh, I'm fine?Thank you.And you fine too?Thank you. いや英語はですね、得意だったんですが、いざ喋るとなると難しいですね。えっ、ー、と、はじめましてですね、飯塚真由美と申します。えっ、ー、と、私はですね、新天地無用の中で、熊城咲夜の役をね、やらせていただいて、えいただいたんですけれども、えー、こちらは、そうですね、アフレコしたのが一年ちょっと前でしょうかね、一年前ですかね。で、咲夜はですね、えっ、ー、と、すごく自然にやってほしいっていうことで、 私もあの飾らない飯塚真由美こう等身大の自分で、えー、演じたつもりなんですがすごくねあの笑顔の可愛い女の子ででもやっていくうちに昨夜の心境の変化だったりとか昨夜の気持ちがすごくねあの共感できるようになって二人で一つであの役を、ね、演じれたんじゃないかなっていうふうに思ってるのでぜひぜひ皆さんにもね見ていただきたいんですが、えー、と私は、えー、新天地無用のビデオの中でねえー、と曲歌も歌ってと 歌ってていましてこちらはあの私のファーストアルバムの「えー、片思い」というアルバムの中からタイトル曲にもなっています「片思い」という曲なんですがこれはちょっとねあの くやちゃんの気持ちも入っている歌なので皆さんにこちらの方もぜひぜひひいいいいてたいただきたいと思います私まだねアメリカには行ったことないので是非是非そちらに行って皆さんにね次回にお会いしたいなって思ってるんですがその前にやらなければいけないこと 英会話をやらなけければいけませんねもっと喋れるようになって皆さんにね会いに行きたいと思いますということで飯塚づかまゆみでした皆さん新天地模様を見てくださいねそれじゃあねバイバーイグッバーイ